グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表には31日から国内組の選手も合流し、6シリーズの4試合に向けた活動が本格的にす、とする。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、い、でもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施、週末に J リーグでの試合を終えて、チームに合わせした選手たちの中から、31日のオンライン取りには、セレッソ大阪所属の MF、坂本達弘が登場し、2020年に加入したセレッソ大阪で、大きなインパットを残し、2021年3月に日本代表初招集。しかし、 坂本、直前の負傷で招集を辞退することになり、大なチャンスを逃してしまった。前回直前で回をしてしまって、悔しい思いをしてしまった。語る24歳のウィンガーは、今回の合宿で満を持ち、手の日本代表合宿初参加だ。今回はしっかり結果を残して、チームに貢献できるような活をしたいと、並々ならぬ意気込みで、チームに合わせ、している。 直接のライバルになるのは、右上、ぐのポジションで、抜群の存在感を放ってい MF、伊藤純也だろう。利き足も含めて特徴は違う。坂本は、伊藤純也さんはスピードがある選手。縦にどんどん抜けていくプレーが多く、自分もそういうプレーが求められると。 日本代表を与えられる役割を明確にイメージしている。だ。伊藤と同じプレーをしていても立場を逆させることはできないことも確か。少し高いオケでボールを受けながら、ドリブルで仕掛け、行ったり、中に切れ込んでのクロスであった。シュートであったり、よりゴールに近い位置、自分の良さを出していくことが大事と。 坂本、左利きという特徴を生かしたプレーの幅の差でもアピールしていくつもりだ。1996年生まれ、坂本は、これまで、世代別代表などへの選出歴、一度もない。FC 東京 U-15 武蔵出身だが、同クラブ U-18 に昇格できず、前橋育英高校へ進学。高校3年の時に、 全国高校サッカー選手権で準優勝試し、東洋大学を経て2019年から、モンテディオさんに加入した。大学時代もユニバーシアド大などには選ばれていない。子供の頃から目していた、プロサッカー選手になることも大、かけた状況から這い上がり、大卒3年目で日本、表まで登り詰めた。小さい頃にプロを目指し、目手から、周りに、 自分より上手い選手がたくにいる中で自分は世代別代表にも手が届けような存在ではなかったし挫折もたくさんできました。プロの世界にに入れるかどうかからない時期もあったのでこうやってここ本代表までチャレンジする場を与えてもらったのはすごく嬉しいですしその上ではいがってきたからこそ代表の舞台で自分がケツを残してくすぶっている いろいろな若い線たちに希望や夢を与えられると思う。自分は、りとここで活躍して、結果を残したいと、っています。前橋育英高校時代の同期には裏、レッズの小泉加穂や、他にも北海道コンサード、レサッポロに所属する、岡村大八、徳島ボルティの鈴木徳馬、FC 東京の渡辺龍馬など、J リーグで活、している選手が多くいる。 その中で最初に非代表まで到達した坂本は雑草魂で生き残りかけた競争に身を投じる。日本代表は誰もが出ますし自分も小さい頃から漠然となりたと思っていました。でもなかなか現実的な道で来るのに時間がかかってやっとこうしてヤンスをもらえたのは本当に嬉しいこと。ケツを残して 日本代表に定着していかないとい,いがないと思うので、しっかりと自分の良さをして、結果を残して、絶対的な選手になれるよ。チャレンジしていきたいと思っています。組組が中心となっている日本代表で、国内組の手に与えられるチャンスはそう多くない。9月、来始まるカタールワールドカップのアジア、週予選を見据えても、 坂本の猛アピールと競りの活性化に期待したいところだ。取材、文、船、渡る、量。